はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はおねちゃんを使おうということで、高校は暁大附属で来てます。まあ、ブレインマッスルでねやってもよかったんですけれども、どうしてもねおねちゃんのテーブルがブレインマッスル向きではないので、まあ、ちょっと久々に暁大附属でやっていきましょう。でもうすでに8月の2週なんですけれども、虫歯持ちだったんで、とりあえず病院通って1回で治れば続けていこうかなと、思ったので、もうすでに8月の2週になってます。で無事虫歯は治ったのでコントロールアピールで来てるんですけれども、球速は132キロとちょっと高めですね。で、イベントデッキの方を見ていきますと、こんな感じで、まずはおねちゃんから見ていきましょう。で、おねちゃんは、骨イベント率、20% アップで、タック80の、筋力ボーナス8とで45まで解放できれば試合経験点ボーナス 5% つきますというようなテーブルになってます。で、骨の方、これがね非常に優秀ですね。伸び、そしてね、まあめちゃくちゃ珍しいクイック持ちと、でさらに重い球、投手緩急というところで、まあ取りたいね、筋徳の骸骨は、結構抑えてるというところになってます。あとは今回の編成ではやっぱり暁大はね、俺ちょっと養生はいないと無理で、本当はスミカちゃんね入れたかったんですけど、まあ持ってないんで、とりあえず暁大附属に関しては多分デートでね体力を回復できるキャラがいいと思うので、せっちゃんを、連れてきてます。でせっちゃん取れれば脅威の切れ味なんですけれども、当初はね、普通のね普通のスバルを連れてこようと思ったんですけど、普通のスバルだと、脅威の切れ味の骸骨キレがねちょっと取れないんで、暗黒スバルを連れてきてます。で暗黒スバルは、超特殊能力はガラスのハートになりますと。で、あとはだいたい確定系で揃えたかったので、犬木くんが、精密機械で、クオンくんが、強心臓と、で暁大附属は精神ポイントかなり余りがちなので、強心臓は直撮りしていきましょうというところで、そうそうそう、おねちゃんは、お姉ちゃんは勝利の星ですね。で勝利の星は、全然直撮りできるレベルなので、まあ、そのまま取っていきましょうというところになります。ではこれでやっていきますか。コツが来てる、人も3人いるんで、ここは最初は犬木くんでいいかな。余剰をねやっぱり最初にぶっ倒しておきたいっていうのはありますけれども、ここは犬木くんで、犬木くんはねポーカーフェイスがあるんで、どうしてもそこがねネックですよね。低め、よしよしよし。じゃあここで、コツを踏むかって言われると、ちょっとねポーカーフェイスがあるから余剰倒しの方に行きましょう。でせっちゃんが来て、まあ最初はねせっちゃんを追いつつ余剰も倒さないといけないっていうのがねなかなかにねきついんですよね。ここ3人いて、しかも犬キーの評価も上げられる。これはコントロールでいきましょう。いや割と久々だからね暁大、いや本当にね、スミカちゃん欲しいよ。でスミカちゃんはねそこまで追わなくても暁大附属はちょいちょい評価が上がっていくんで、まあ、それでね評価を乗らせることができるんで、まあ、ブレインマッスルのねビビちゃんもそんな感じですけれども、6% とかか、どうしようかな。もう余剰が倒せるけど、さすがに守備でね倒すのはどうかなと思うんで、メンタルを1回やっておきましょう。月元がね意識していかないと、外野系がね結構きついんですよね投手は。お姉ちゃんとかね、ほんと俺こういうキャラクターマジ苦手なんだよね。で余剰のイベントが進んでますね。パソコンを直しに行きましょう。いややっぱりね暁大のね余剰はすげえ優秀だと思いますね本当に。もう俺もねパソコンに依存してるわけじゃなくて余剰に依存してますからねなんかこれだけ聞くとちょっと気持ち悪いけど、スタミナかー。でもこれだけいるのは美味しいよな。やろう。ちょっとスタミナのレベルが上がるのはあれだけど、で余剰を倒した後は次はね六本木をね倒したいんですよね。で六本木を倒しつ
つ二宮の評価を下げていくと、評価っていうか打倒ポイントか。怒りはねこういうイベントがあるんでわりかし勝手に下がっていくんで。オーケーオーケー。いやーやっぱりね投手の暁大付属はねいいと思います。どっちかっていうと投手向きですよね。でここで余剰がいてさらにつくもも下げられると、若干六本木がね上がってて、せっちゃんがここにいるんだけどどうしようか。これ一回体力回復させよう。やっぱりで余剰がね精神に来る関係でもう本当にね精神ポイントがね余るんですよね。で犬木とかタイピン持ってるんですけど、まあ直撮りしちゃっていいよね早めに。お犬木そうか体力回復か。あーこの2回目のイベントの体力回復がちょっと無駄になっちゃったけど、まあそれはしょうがない。さてさてさてちょっと見ていきましょう。ここはまあ評価っていうよりもやっぱり妥当なんだよね。二宮と六本木この2人を優先的に下げていきたい。どうしようかな。微妙な体力量だね。これ受けないでいいや。これでね監督の評価が下がるって言うんだったらね受けるんですけど、監督の評価下がんないですからね六本木一人でスバル君の評価、あせっちゃんか。でもなこれもねやっぱり下げておこう。まあ、せっちゃんは最悪クリスマスには間に合わないかもしれないけど、通常イベントがね発生してくれればいいんですけど、てか養生早っまあ、余剰はね投手鉄腕確定なんで全然安心できるんですけど、で鉄腕はね別にコツ1で全然いいんで、うん、まあずるっとなるよね。まあ、それでもね経験点ももらえるし鉄腕のコツも確定でもらえるし、せっちゃんがいるんでこれはここにしましょう。もう2回くらい練習しないとダメかな。一応ね俺のせっちゃんはフラゴなんで結構早めにねフラゴになったんですけど、そこまで頻繁に使ってないと。練習に集中しましょう。まあ、クオン君もね経験点はくれる方なんで表情終わったなイベントが全て終わったぞ。早かったなぁ。表情の評価が1上がったってことはもう評価マックスだよね。あとどうしようかなぁ。7位が下がってないね。ただ二宮もなぁ下げておきたいし、スタミナでいくか。あんまりスタミナ練習とかはね、おやりましょうやりましょうなんかスタミナ練習やりましょうみたいな流れになっちゃったけど、いや碇くんのこれもねほんといいよ。二宮せっちゃん六本木八島、これは守備を踏んでおきましょう。敏捷ポイントもねちょっと掴んでおかないと。今回キレとねおねちゃんからクイックがもらえればクイックも取っていきたいんで、わりかし敏捷ポイント必要かなと。で一応メンタルを見て、あーせっちゃんがいるのか。どうしようかな。でももう評価は乗ってるんだよね。これは一回寝ちゃおう。せっちゃんの評価が乗ってなければ確実に。おおもったいなかったな。やっぱりメンタルをやっとけばよかったか。でもこんなん分かんないかんね。大体こんなもんだよねこっちやっとけばよかったみたいな。でせっちゃんはねここでね評価が上がらないっていうところが、そうかちょっときついところだったんだな。クリスマスはいいとして、わりかしねお正月がね一人で過ごすことになったりするんで、通常イベントが起こってくれないと評価が上がらないからな。お姉ちゃんのコツがあるけどこれもいいよね。なんかスタミナにさ集まるよね。よくスタミナやろう。これは他の人もだいぶ減ってきたな。
多分7位あたりが今突出して高いんだよね。で、犬木くんは特に選択肢とかなくて普通に進んでいくだけなんで、犬木くんのねイベントもねやりやすい、本当に何にも考えなくていいからね。ね、12% かメンタルを見てどうするかね。ここはデートしておきますか。せっちゃん評価を上げないといけないんで。そうで、せっちゃんもね4回目あたりで精神ポイントいっぱいくれるんでね。で、おねちゃんのこれは金徳ですね。会話を続けましょう。まあ走りながらね、確かにこう筋トレとか、走りながらじゃねえ、喋りながら筋トレとかするのはいいらしいですからね。俺もトレーナーさんにはね、筋トレするときにはやっぱり息をね吐きながらこう1、2みたいな感じでやんないといけないみたいなんで、スバル、キレが欲しいんだよね。キレが二宮と六本木がいるんで、まあ、打倒的には結構いい感じで減らしていってると思うけど、暗黒の力伸び、まあ、伸びは伸びでね5まで掴みたいから。ここはやっぱり一ノ瀬もね若干減らしたい気もするんだけど、五十嵐にしておこう。安定の五十嵐で、五十嵐って今いくつだ、まあ分からんけど一応見てみる。やっぱり7位が高いね。あ、五十嵐もでも割と高めだったのか。そうするとここはピッチャー組か。六本木、まあ、つくもを減らしたいからここは守備伝をやりましょう。まあ暁台はねどうしても打倒の関係で守備もね踏んだりするんで、まあ、どうせだったら臨床ポイントを使う特能も取りたいですからね。これのねスバルのねイベントがね本当にいらない。二宮を減らすことができて、かつコツがあると。でスタミナだから六本木は、まあ、放っておくとして、ここはじゃあ二宮にしておきましょう。お姉ちゃんのコツも取るか。お姉ちゃんのコツはね踏んでもいいと思うんですよね。クイック OK。 あ、そうか、投手とポーカーフェイスが被ってんのか。そこもな勝手に倒れたな。で12月3週でしょ、これコツ踏もう。クリスマスに備えて、でちょっと最低でもフォークは、あ、フォークはあれだ、今回そうそうそう、暗黒スバルからはダークネビラを取りに行くんでフォークは置いとくとして、でカーブはねちょっとダークネビラが軌道が似てる感じがするんで、どうしようかね。シンカーにしておく。さてここでコツを踏みたいけどどうしようかな。投手を取っちゃう、取っちゃおっか。で追求しましょう。緩急、よしよしよし、まあ、クイックをね5にしたかったっていうのはあるんですけど、でこれで体力も回復して、あとはせっちゃんの評価がこれだけで大丈夫なのかっていうところですよね。六本木倒せるときに倒しておきましょう。で二宮も倒して、で一ノ瀬とは勝負をして一ノ瀬を倒すと。で五十嵐も減るでしょ。で犬木くんはまあ適当にボケっとしてれば勝手にイベントが進んでいくでしょ。お、危ない危ない危ない、本当に危ないよなせっちゃんは。野球が上手くなりたい。うん、いいね、24入る。よし大吉48、これでかいな。で二宮がまたスタミナか、どうしようかな。だったら7位と1の瀬を減らしておく。進化を
3にしよう。そしてここはちょっとこっちで行こう。他のレベルをね上げたいんだよね。練習レベル、でここはもちろん行きましょう。試験を受ける。あ、そうか忘れてた。ピッチャーだから一ノ瀬じゃねえんだ。八嶋くんか。八嶋くんだったらよしよしよし。しかも絶不調だし。おい、このシンカーとかね、普通に考えれば打ちにくいと思うんだけどね。シンカーってでもさ、投げようとするとどうなの？逆じゃん。だって腕のひねりかどうか知らないけどさ、すげえ腕壊しそうなんだけど。まあサイドスローとかだったらね、アンダースローとかシンカー投げやすいかもしれないけど、オーバースローとかさ、スリークォーターとかでシンカーってどうなの？よし、とりあえず合格点を確保したんで、で1月の3週はデートするでしょ、まあ、スバルのね金徳の方は遅れれば遅れるほど全然いいんで、変化球をね上げておきたいんで。ここはいろいろ来てる。うわ、いろいろいるねいろいろいるね、いろいろいるけど、八嶋か。まあ無理して減らす必要もないか。一ノ瀬で二宮を倒せばもう一ノ瀬は1になるから、7位も減らしつつ、八嶋を倒すと誰が上がるんだっけ。三本松とか上がった気がするな。7位が上がるんだっけ。まあいいや、とりあえずここやっとこう。結構美味しいからね。で変化球レベルも上げられるんで、倒しましたと。あ、つくもが上がるのか全然違ったわ。で、マラソンがあるの一応見よう。でメンタルに余剰とかが来てればやったかもしれないけど、来てないんで、でどうしましょう。さあ、マラソン前の高級レストランで体力をつけるか。ここでも精神くれんのか。よし、行くぜ。まあ、最初はね猛ダッシュしましょう。すごい登り、いいね、思い切り飛ばそう。48、平地か。いや、六本木くんのねこの回復は本当にいいよね。どうする、平地か。ちょっと一回少し飛ばそう。またね登りとかが来たら飛ばしたいんで。すごい登り、ちょっと少しだな無理だよ。30、すごい下り、これは飛ばしちゃっていいよね。どう、1になれるかな。よーし、やったー、シンカーの変化も上がったぜ。じゃあシンカーはこのまま放っておいて、あとはじゃあ4球種欲しいね。そうすると4球種どうしようかな。とりあえずスライダーを取っておこう。で次シュート取る。195か、なんとかなるかな。ダブルタックが来てるけど、まあ、スバルとねクオン君だからね、ここでつくもと7位を減らすことができる。うーん、急がなくてもいいかな。ここはコントロールでいきましょう。7位とねやっぱり3本松は同時に倒したいっていうのがあるから、3本松も少し下げにかかるか。7位はもう倒せるところまで来てるんで、うまく2人が来てくれれば、2人同時に倒しちゃいましょう。でこれは、チームを勝たせるためでイベントが継続しますと。
して2月の1周おーやべえこれ頼むぞマジで。できればガイア、マモリンか。おいやべえもっと突っかかれ違うでヤンスーみたいな。ここはマスタミナのところで3本松を1にしてクオン君からコツを取るっていうのもいいけど、休息はねお姉ちゃんがいるからねレベルは全然上がっていいし、せっちゃんもいるんでここは二宮を倒しておきますか。で次でバレンタイン回復ですね。結構いい感じで進んでると思うんだけどどうだろう。お全員1上がった。そんなあったねただ1の瀬を倒してさっきの全員1上がったのをチャラにしよう。でせっちゃんはね本当に体力回復系なんでポイントはくれないですね。イガラシとナナイか。でもイガラシ倒すと3本松が下がるんだよね。ちょっと待って何人2人倒すと1,2,3,4,5 今6人でしょ。ってことは2人倒していいからこれはちょっと変化球いきましょう。変化球レベルもこれで5になるんで一応メンタル見てコントロールも見るけど、で最終的にだって1の瀬を倒せばさまた下がるんでしょ。よしこれはここでいこう。シャキーンと。いや、 やっぱりね練習レベルがね上がっていくっていうのもね暁大付属は本当いいですよね。まあ、もちろんね打倒するたびに経験点が手に入るっていうのもかなりでかいんですけど、練習レベルがねこうどんどん上がっていくっていうのがマジいいですね。で4上がって2下がって、まあ、怒りはとりあえずほっといてこればっかだななるほどこれが負の力なのか。ちょっと俺には理解できねえな。で171、もうちょい必要か。技術がやったら増えてきたな。コントロールを上げよう。でちょっとタイピンは抑えておきたい気がするけどどうしようかな。緩急は取るでしょ、低めも取るでしょ。鉄板をちょっと取っておくか。いや安いよねコツ1でこれだからねいや本当余剰いいわ。で練習を見て1の瀬が倒せる。ただ1の瀬を倒すと123残り4でしょ。ちょっとやっぱり3本松だな。3本松を下げておこう。まあメンタルで回復しつつ3本松を下げられる。つくもも4割るのか。で1の瀬を倒せば全員下がるんでここはちょっと2人の評価を下げにかかろう評価っていつも言っちゃうけど打倒ポイントを下げにかかろう。でこれもまあどちらもいいわ。光上がったとしてもそんなに影響はないでしょう。体勢に影響はないはずだ。タックがあるけどちょっと他のを見て、これは怒りを倒しちゃうんで3本松だね。でクオン君のメンタルを鍛える。あこれもね後になってくれれば後になってくれるで全然いいんで手伝うか。体力とかはあんまり減らしたくないんで。ってことはまだ大金を置いておいてもいいかもしれないね。お姉ちゃんがやっぱりよく来るね。4は無理だからな。守備を1回踏んでおくか。つくもでつくもとね3本松が重なってくれればめちゃでかいんだけど1人1ずつだとな。どうしてもねターンを消費させられちゃうんだよね。もらいけさよならホームラン。でこれどうなのもう成功失敗がよくわかんない。おおかなり掴んだいいね。あここは3本松下げよう。いいねいいねいいね。もう余剰の評価とかどうでもいいからね3本松の味方をしよう。
よしよしよし。で、一応メンタルを見て、誰もいない。あ、ここわりかし良かったね。まあ、良かったけど、さすがに、この体力量ではどうにもならないから、アップデートを進めていきましょう。で、せっちゃんは、平なにでいきましょう。うん。体力回復。お、幻の一球。ようやく1回目が来たね。変化球どうだ？溜まってるか？ 192、195、 微妙に足りん。で、ここ光か。どうすっかな。光を倒すと全員上がるし、ちょっと最後やっぱりね、ドクター K を欲しいと言えば欲しい。ここは一回ちょっとお姉ちゃんのコツを踏んでおきますか。メンタルだしね。よし、重い球。続けるか。やろう。つくも。地の瀬か。どうでもいいわ。喧嘩球ポイントが欲しいんで、ここは距離を伸ばして、体力はね、ちょっと減っちゃうんですけれども、ポイントを稼いでいきましょう。48。まあ、でかいね、かなり。OB からの差し入れ。うん。まあまあまあ、減った分を取り戻した感じかな。で、ここで、重い球は取るでしょ？で、あと変化球でシュート。まあ、普通のシュートでいいか。取って、あとはまあ適当にちょいちょいちょいとスバルのイベントが起こるまでに上げていきましょう。クオン君だけどいない。3か3本末ちょっとやっぱりきつくなってきたよね、スケジュールが。まあ、一ノ瀬はもう1だからね。つくもだな。つくもはもう2になったところで一ノ瀬を倒そう。3が倍になるのはさすがにきついからね。クモはね、対左だっけ、左キラーみたいなやつだった気がするんで、それはね、金徳としても取れないんで、どう考えても。なんだかんだでも4月でしょ。つくも下げる。で、体力回復させて、つくも次第だな。ちょっと待って、これは、ここで、ああ、よかったよかった。とりあえず体力回復してくれた。もういいわ、やる気とか、やる気とかはいい。あー、つくも1にしておくか、どうせだったら。重なってないからね。で、一ノ瀬が誰かと重なってくれれば嬉しいんだけど、4月の2周でしょ？いけるか。つくも1にしておこう。で、スタミナはちょっとあるんで、C まで持ってくかも。で、それかデートするっていうのもありかね。次4回目5回目か、詰まってるわけでもないからな。減らせるときに減らすか。やっぱり難しい。暁はここら辺が本当に難しい判断が。やめておくっていうのもありだよね。精神ポイント減ったとしてもさ、やめよう。体力を回復させよう。よしよしよし。暗黒の星々。おし、こいつをぶん殴ろう、マジで。これはぶん殴ると。もう1くらい上げたいんだよね、変化球。総変が今1、2、3、4、5、6でしょ。なんだかんだで6でしょ。超スローボール取る。超スローボールもこれ総変に含まれるよね、多分。取ろう。で、練習を見ましょう。3本末の、怒りつくもか。まあ、これはちょっと一ノ瀬でいきましょう。一ノ瀬を倒します。で、変化球自体はね、もうレベルは上がんないんですけど、まあもうちょっとここまで来るとさすがに、さすがになんで。で、まあ倍になっても全員1でしょ。でも怒りはね、上がったとしてもしょうがない。
これで全員のカウントが2下がるんで、まあ、ここでちょっと体力を削られたけど、次は一応メンタルだけ見て怒りだけどここ人が揃ってるね。デートして回復しよう。で5月中に三本松とつくもを倒して、最後に怒りを倒しましょう。これでいこう。で精神ポイント72もらえるんで、これは先発になったからもういいわ、ちょっとコンピューターにお任せしよう。さて変化球自体はもう全然ダメだね、全然上げられないわ。スライダーとか、この試合が終わればうまくいけば2にできる。いやそうするとさ、ガラスのハートってほんときついよね。もう結構うまくいってると思うんだけど今いきなり点取られてるわくらい手に入るかな。11ポイント手に入った、よしよしよし。おお、やる気が下がるのか。そういえばきたー負のエネルギー、スポーン投げろ。おお、いいね、きたね、ダークネビラ。やる気がないけど、やる気がないけどダークネビラを覚えた。そうするとダークネビラちょっと上げるか。で三本松、三本松って倒すとつくもとか上がんないよね。どうだったっけ、なんか忘れちった。まあ いやちょっと三本松倒そう先に。まあ、5月の1周だからね。投手はね1回追求してあるんで全然いいですね。碇くんが多少増えたとしても、むしろ碇下がったしOKOKOK 一応受けましょう、ポイントのために。いやこれ打倒はいけるな。スミカちゃん入ってなかったけど前半のね調子が良かったね、やっぱり打倒ポイント。マシンク、おお、やる気がないから全然曲がらんわ、危ねえな。逆ダークネビラで進化、この逆に曲がるやつを、うおちょっと碇くん勘弁してください。ミートはね F っちゃ F だからね、ミート F でこう変化球を捉えるのって結構難しいんだよね。今の抜けたか、ちょっとまずいなこれは。あと3球あんのか、うおダークネビラを投げるしかない。おい、あぶね、シンカー結構捉えられるね。まあでもシンカー投げるしかないかな。よーし、あぶね、ポイントはあんまり手に入んなかったけどしょうがないわ。もうこれはてか10ポイントかい、やる気を上げたい。おお、これやる気下げられるぞここまでやる気を下げられるか。一応これ変化球あるけど、まあそれなりにはもらえるか。ただねつくも大丈夫だよね、もういかにも1だもんね。これはやろう、やろう、コツをください。スバルくん、コントロール、あ、まあ嬉しいは嬉しいね。でクオンくん2回目か、ちょっと6月までまたいでもらいたい気はするけど、これもうどれで何ポイントもらえるんだかあんま覚えてないわ。逃げろー、筋力か。さてここでデートをして体力回復させて、5月の4週でつくもを倒して、
あとはせっちゃんが金徳をくれるかどうか。ただ脅威の切れ味もね、今のところ切れコツが来てないからね。よし、あ、掴んだ掴んだ、やる気も上がったし、さっきのね最初のよしはやる気が上がってよしだったけど、つくも、これはやろう、メンタルで。で6月中にイカリを倒して、イカリとの甲子園勝負で雑算を取れば OK だね。でまあカウントが2上がったとしても大したことはないんで、まあ、ここは体力はあるんでロードワークに出ましょう。まあ、別にロードワークに出たところで体力がね減るわけではないんで、まあ、むしろやる気も上がったし、いやここでこれ来てもな微妙だな。もうでイカリはここで減らして次で倒せますね。ちょっと技術ポイントが上がりすぎてるかな。あ、ここで焼肉、すげえタイミングいいわ。うん、まあイカリ来たけどさどっちだっていいわ。おお、やる気も上げてくれた。でただタックが来てないね。タックがコントロールコツ3あるんでちょっと使っていきますか。球速も140くらいまでとりあえず上げておいて、スタミナもまあ B にはしておきましょう。であとはまあ、ダークネビルやっぱり3は欲しいよね。であとちょっとシュートとスライダーを上げつつ、やっていきますか。クイックはねちょっと脅威の切れ味用に取っておきたいんで、臨床ポイントは OK なんだけども、クイックは取れないかもしれないね。まあ、せっちゃんじゃなくてこっちか。どうする変化球はもう上がりきってるからな。いや、やろう。もうなんか事故っても嫌だからね。よし、全員打倒完了。いいね、90-90で、これでそうか、体力を回復してくれるのか。これも何気にでかいな。で、ドクター K のコツを掴んで、球速ちょうどいいところに来てるね。これは全然これでいいでしょう。いや練習レベル高いからね、かなり経験点ももらえる。こういうところにねタックが来てないから、とりあえずラブパを狙いつつ、ラブパは来なかった。あ、そうか、お姉ちゃんのイベントか。っていうかクオン君まだ完走してねえな、大丈夫か。ここはどうしようかな。大声で人を呼ぶってやるとね切れコツをねランダムなんだけどねもらえる可能性があるんですよね。よし怖いあー、もらえなかった。でコツが来てるね。スバルか、スバルのコツはちょっと欲しいからな。これはスバルのコツを取りに行きましょう。で次またコツを踏むっていうのもありだね。コントロールコツは5になってくれるとかなりでかいからな。まあ一緒に練習か。変化球ポイントも欲しいし、スカウトさんの評価も上がるし。あれ、それ犬規模か。やっべえなこれ犬規完走できねえな、マジか。イベントがだいぶ詰まってたね。暁系のイベントが結構起きてたのかな。でここはとりあえずサクッとやっちゃっていいでしょう。で変化球脅威の切れ味をまず優先して取ろう。でそこからちょっと待って待って、切れか、そうか、切れがあるんだ。変化球ポイント取っとこう。じゃあなんか変にね変化球を上げて、やべ脅威の切れ味取れねえみたいな。打倒の流れはだいぶ良かったけどイベントが進んでないんだね。このまま進んでくれると超ありがたい。最後
最後の最後にピンチを招いたか。本当ね、二宮がね、このキャッチャーを持ってないっていうところがね、痛いんだよね。キャッチャー丸でもいいからね、持ってて欲しかったんだけど。振ってくんないか、ダクネビラで決めよう。振るの早っ田中山くん、田中山くんは意外に能力高いからな。 CCC ダークネビラって振るのめっちゃ速いな。シュート、ちょっと高すぎた、だいぶ高く上がったな。よーし、あとはイベント完走か。これってこれで後イベが起こるんだっけ、起こるとすれば。あ、これで前イベなのか。一応メンタルが来てるけど、ちょっとここはコツをもらっておきましょう。で、スバルに関しては、逃げ玉か。逃げ玉はもう直撮りしちゃおっかな。どうしよっかな。結構重いっちゃ重いんだよね、逃げ玉も。キレがね、欲しいからね、どうしても。逃げ玉、うわ94も使うのか。勝利の星は取っちゃっていいな。いや逃げ玉もちょっと時価は厳しい。追求しよう。キレコントロールか、まあいい、しょうがない。でイベントが起きないね。お姉ちゃん伸びをください。練習、おい、こんなイベントマジどうでもいいよいや走らなかったね、イベントがなかなかに厳しい。ここはちょっと勝ちたいからね。フィンちゃんでいきますか。ちょっと確実に勝ちを狙いに行こう。じゃあコントロールを上げていきますか。 A にしちゃおうか。球速どこまでいく ?145、146、147、 結構ねこう筋力を使うからね。148で止めておこう。いや金徳走らなかったのがちょっと痛いね。そんなにイベント数多かったかな。後イベせっちゃんが多いのか、やっぱり。こっちも無理、アバターボールは打てない。この後に控えているのは3本松、打った痛烈な当たり。よし、とりあえず1点。余剰くん、ヤシマが出てくれてるのかな、よく。あ、しまった、しまった、しまった。3本松かな、この F がな、厳しいんだよね。まあ、うまくはまれば。俺はアベレージヒッターだから普通に打とう。よしよしよし、俺の投げる場面がない。いいね、一番楽なケースだよ本当に。ランナー二塁という場面で矢島、今日はここまで3打数2安打。あれ、アバタ君から変わってた、そういえば。まあ最後はね、投げざるを得ないから。スタミナもだいぶ余裕があるね。投げました、打ちました、これはセカンド。オーケーオーケーオーケー。ワンアウトランナーなくなりました。投げました、ダークネビラ見送ってストライク。ダークネビラ決まってストライク。これで追い込みました。ちょっとな、1の変化球はな、投げづらいからな。これはもう完全に釣り玉でいこう。カウントはワンボールツーストライク。よく見た、もうはっきりしたボール球。カウントはそこからの必殺ダークネビラ。ダークネビラ空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。パワー C あるのか、結構すごいね。ちょっと待って、これポテンされちゃう。ポテン打順をトップに返って山根、際どいところ投げるけど結構見てくるね。カウントは2ボール1ストライク。投げた、打ちました。これは OKOKOK、 最後頑張ったね、高校球児らしく。タイピンはじゃあ普通に取っちゃうか。もう起きないね。でこの後って起きるんだっけ、後イベ。ここでクオン君とかかな、せめて怒ってくれればいいんだけど。犬木はポーカーフェイスがあるんだよね。
まあでもやっておくか。タイピン。こっちかい。まあやる気を上げてくれて、イカリとの勝負やりましょう。奪三振が欲しいね。まずはシンカーで決めよう。おい。これって何くれんだっけ。対強打者か確か。でメンタルが来てるね。1回メンタルをやって、あと甲子園2回練習しますか。ということはまずタイピンは取るでしょ。脅威の切れ味も一応残しておくか。ここは打球反応もちょっと取ってらんないからな。ドクター系重いね。直取りしようとすると、でもちょっと金徳が足りてないからな今のとこ。対強打者も、取って、少し技術が不足しているか。いやー完走できなかったか、ちょっとショックだな。ここもピンチャンでいきますか。で試合に臨みましょう。お待たせ。とりあえず攻撃の時は点を取る。つくもはね結構いける、能力的に。一塁二塁という場面でつくも投球、これから2球目。変化球が来てるか。追い込まれました。第3球を投げた、打ちました。うお、これは最悪だ。スプリットはマジやだ。なぜこうスプリットばっかり投げてくる。外れてワンボールワンストライク。第3球を投げた、変化球はアウトローへ。よく見よう、ここで1点は確実に投げ取りたい。よしよしよし。さらに2塁まで進んだから、五十嵐君無理だ、ミートが小さすぎるこいつら。さてワンアウトからの1、2塁か。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打ちました。怖い。第3球は本当に甲子園に来るとね、カウント1ボール結構打ってくるからね。大きく外れました。やっぱりタイピングがあるとだいぶ違うね。もうスライダー1でも100レベルとかマジ曲がるわ。よし、ああ無理だったか、しょうがない。なおもピンチが続きます。このピンチを切り抜ける。まっすぐ見送ってストライク。さあ2ストライク。強心臓はもらえなかったけど、ゲー打たれた。ストライクを取りに行き過ぎたな。今日は三振とレフトフライ投げました。直球決まってストライク。おいいね、これでもました。ボールカウント1ボール。ダークネベルもちょっと1回外そう。 OK、 また自分で点をもぎ取らなくては。ノーアウト2塁。このさ、ノーアウトっていうのがさ、しかも走られたんだ。そういうことか、もうボールが先行してる。第4球を投げました。進化決まってストライク。スライダーをちょっとギリギリのところに。オッケーオッケーオッケー。カウントがめちゃ強いしな。そうそう、もう。よし。第2球投げました。これは見送ってボール。カウント1ボール。スライダーを入れよう。インコース高めいっぱいストライク。もう一回ちょっと低めの。おお入っちゃったか。なんだかんだで。第9。よかったけど。アベレージヒッターが本当嫌なんだよね。外れてボール。これはわずかに外れています。投げた。打ちました。おお危ない危ない。これで3アウト。あとはおお。自動失点出た。自動失点。このスプリットは無理。ただノーアウト。あ無理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 。1点入れてくれ。よしよしよし。また五十嵐か。7位とかでさ回ってくんないよね。しかも俺かいなっていう。このチャンス3本松か。一応もう狙ってこう。一発狙う。 OK OK。 さあ最後スタミナがない。マジか。本当だよ。うおーファール怖い。もうあと振ってくれマジで。見送ってボール。カウントは1ボール2ストライクです。振ってください。アウトロー。
スライダーは外れても決めるか。全然曲がんないよ。もう完全にスタミナ切れたな。インコース引っ張った。スタンドに入りました。いや無理だよ。第6球を投げた。ヒットボールは中継。掃除ツーベース。見抜きか。シンカーとチェンジアップとスライダーね。ピッチャーシュー今日はここまで3打数ノーヒット1三振。もう2塁に出られてるからな。2球目ストライク。イヌキまずは簡単に追い込んでいます。イヌキも結構球速は出るんだね。148か。低めの変化球でスイングアウトを取りました。148って早いよね。だいぶストライク。まずはピッチャーとしては本当優秀だな。インハイギリギリパイストライク投げました。もうカウントワンボールチェンジアップ。もうこれを振らないか。カウントは2ボール2ストライク。打ちました。アルボール投げました。よし、これは打ち取ったな。オーケー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 。ストレートでいくか。見送ってストライク。で緩急をつけてチェンジアップ。打った。ファール。でちょっと一球。オーケーオーケーオーケー。でいくつくらい入る。46か。まあまあだね。であと2回練習できるけど何も来てないわ。守備練っていうのもまあありはありだけどな。どうしようかな。変化球が結構足りなそうだしな。かといってギリギリ変化球足りないっていう事態に陥ってもらえないか。ちょっと臨床稼いどこう。でどこ。黒金か。もうちょっとこう打ってこう。191。なんだかんだでね、切れ骨が来てないのが痛いよな。結局金徳って何個になった。赤月大附属先制のチャンスを迎えました。2つマイナスだからね。初球打ち引っ張った。スタンドに入りました。ファール投げた。打ちました。おお1点。赤月大附属追加点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面。打ちました。初球打ちボテボテのセカンドゴロ。さあチャンスが広がって五十嵐。これはいい当たりだ。うまくねこうミートしてくれれば赤月大附属行くんだけど、まあ二宮もパワー自体はあるから。初球打ちきっとボールが転がる。点を取れるときに取っておこう。つくもがなパワー D っていうところがねちょっとあれなんだよね。 C やってくれるとだいぶ楽なんだけど、六本木に至ってはパワー E だからね。まあ見た感じパワーがあるタイプじゃないからしょうがないんだけど。でまた五十嵐くんか。めった打ちにしよう。めった打ちに五十嵐のめった打ち。あ、連打を持ってんのか。スライダーボール。カウントは2ボール1ストライク。次は4球目投げました。4球目ストライク。第5球三振。ボール。三振男か。フルカウント。フルカウントになると、そうそうそう、三振はなくなるんだよね。グランデファーボール。これで。で俺か。第9投げました。もうどうにもならんわ。危ない。取られるとこだった。投げました。低めボール。パス。アウト。スリーアウト。さあ追加点のチャンスを迎えました。くもくん。ワンアウトランナー二塁という場面で、くも初球引っ張った。スタンドに入りました。ファール。投げました。くもくんどうだ。いったね。よしよしよし。最後に絶対最後に点を取られる。なんなのこの謎にさ、9回で点を取られるシステム。最後の練習とりあえず来てる。おお、いろいろ来てるね。スバルか。これはスバルでいこう。1個前にねこれが来てくれればね、最後コツを踏んで終わるっていうのができたけど。でもう練習することはないんで、ちょっとまたポイントを使っていきますか。で爆速か。秋葉の久々だな。まず今日の切れ味通るでしょ。うわー微妙に足りないか。キックもで結局4つ
ますか、金徳。まあしょうがないといえばしょうがない。スライダーを上げるか、シュートを上げるか。シュートを上げよう。スライダーも最後のエピローグ経験点で2にできるかな。球速を上げていきたい。150にはしたいね。スタミナも精神ポイント余ってるから使っていこう。あと根性的なものが取れそうだね。根性取ろう。よし、あとはエピローグ経験点で揃えていきますか。じゃあ試合に臨みましょう。いや、強心臓欲しかったな。強心臓は欲しかったな。一球。さあ、先制のチャンスを迎えました。余剰ちょっとミートを開いていこう。二塁という場面で余剰。これは初球を打ちました。三個点にはならないか。三本松とか狙えんのこれ、ホームラン。ネクストバッターサークルに控えているのは長い。第二球。うお、厳しい。七位だな。もう七位にすべてを託すしかない。投げた。おら。どうよ七位。さすがだ。このまま何事もなく終わってくれれば嬉しいけど、一応俺打ってんだ。矢部君はやっぱりミートを開いていかないとね。打ちました。取りました。ツーアウトランナー二塁に。余剰バッターは2番余剰。今日はセンターフライと三振。肩越しにランナー見た。打ちました。第3球を投げた。待って、めちゃ振り遅れんな。4球目。無理だ、無理無理無理。第5球投げた。打ちました。今のはボール球だったかね。こんなにも味方がチャンスを作ってくれるのに2点か。最悪送るっていうのもありかもな。送った方が良かったかもね。この五十嵐のミートの小ささでなんとか爆速を捉えなければならない。これはフォーク。第3球を投げ、爆速を捉える。打ちました。今のはボール球だった。第4球を投げました。打ちました。重い。取りました。マジで重い。バッターはピッチャー小木田。投げました。初球を。俺小木田って名前なんだ。スリーアウト。出た。最後に点を取られる謎の仕様。まあでも経験点はねかなりもらえたんで、やっぱりね投手はねこの金徳がね取れる取れないでねだいぶ査定がね変わってきますからね。まあ、とりあえずポイントをもらえるだけもらっておきましょう。赤月イレブン。でドラフトはね結構いいと思うんだよね。スカウトさんもそれなりに終えたから。でまた例によってこいつは先発ですね。ほんと先発ばっかだな。俺やっぱりねその中継ぎとかその抑えでスタミナ A とかねスタミナ B とかにはしたくないんですよね。でまあ7戦弱といったところか。で、能力アップをしていきましょう。そうすると特殊能力でまず変化球を使わなきゃいけないものは取らなきゃいけないものでは特にないから、スライダーも2にしよう。137か、微妙に足りないね。でそうすると特能でやっぱり変化球を使うやつ、なんかすげえ100使うやつがあったよね。あ、これだ、手応え。これにしよう。すげえいいわ。で回復とかな、珍しい。あ、伸び取ろう。伸び20丸にするか、ちょっときつい気もするけどな。打たれ強さは取っておく。あ、尻上がりもね能力的には欲しいっちゃ欲しいけど、筋力が少し余りがちか。球速を1段階2段階上げますか。で152で、あと取れる得の、あ、伸びか。あ、回復もでもね尻上がりしようかな。先発だし尻上がり取ろう。バント封じが取れるんでバント封じを取りましょう。
で、あとはスタミナを1個上げて OK ですね。まあうまくポイントは使い切れたんで、まあよしとしますか。で、まあ S4 ちょっとやっぱりね金徳が響いてきましたね、というような感じで、うん、イベント数ちょっと考えた方が良かったかな。せっちゃんやっぱり多いのか、彼女キャラにしては。そこでクオン君が圧迫されたというような、印象になっているので、まあ、なかなかね、編成を組むのは難しいというところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。